屋台ってなんかワクワクするよね。今年も花火大会に来ています。この花火大会はジンクスもあるし、今日でカップルになる人とかもいるのかな。ああ、好きな人と花火を見たら両思いになれるってやつ。そういえば去年はいろいろあって九条くんと一緒に花火を見たっけ。カッパだ。あれからもう1年か。今年も九条くんと花火を見られたらなんて。てか九条くん来てるのかな。よし、今年の花火大会も素晴らしいものにしよう。主催者側に回ってる。いや、去年は九条くんにいろいろ助けてもらったからね。今年はエグゼクティブプロデューサー兼花火大会実行委員代表として頼むよ。なんかすごい役職与えられてない。何よ、こんな人混みに呼び出して。え、いや、ミキちゃんと花火見たいなって思って。あんたみたいなただの幼馴染と花火なんて見たくないし。このアホ、バカ、ミジンコ、ゾウリムシ、ミトコンドリア、めっちゃ揉めてる。君たち落ち着いて。おう、あ、やばい、九条くんのポンコツのせいで険悪な二人が少女漫画的展開に。お、俺ずっとミキちゃんが好きだった。雰囲気に飲まれすぎだよ。私も好き。奇跡起きた。私照れ隠しでついそっけない態度取ってたけど、本当はずっと好きだったの。照れ隠しにしてはやりすぎてたよ。君、背中を押してくれてありがとう。え、いや偶然だって。聞いた？あのエグゼクティブプロデューサー兼花火大会実行委員代表に背中を押してもらうと恋が叶うかもしれないらしいよ。なんか変なジンクス生まれてる。エグゼクティブプロデューサー兼花火大会イカリア君、俺の背中も押してくれ。今から向こうにいる女性に告白しようと思っててさ。九条くんに恋の依頼が。名前も知らないけれど15秒前に目が合って好きだなって思ったんだ。さすがにそれは無理だって。どうかな、俺脈ありかな。なしだよ。そうですね、ちょっと失礼。大丈夫だ、脈ならありますよ。そっちの脈じゃないよ。ありがとう、俺行ってくるよ。うわ、背中押されちゃった。あの、さっき目が合って好きになりました、付き合ってください。え、わ、私も1分15秒前に目が合って好きだなって思ってました。なんでうまくいくんだよ。うわ、またカップルが誕生したぞ。エグゼクティブプロデューサーイカリア君、ありがとう。また奇跡起きちゃった。聞いた、あのエグゼクティブイカ略に背中を押してもらうと 100% 確実に恋が叶うらしいぞ。なんかジンクス大きくなってない。九条、俺も告白したい人がいるんだ。あ、あれはクラスのお笑い担当山内くん。その相手っていうのが片岡さんなんだけど、ずっと笑った顔が素敵だなって思ってたんだ。え、アンナ。ねえアンナって山内くんと仲いいの？え、別に仲良くないよ。てか私結構お笑いとか好きだからさ、ああいう素人のお笑い気取りみたいなやつ嫌いなんだよね。仲いいどころか嫌われてる。いつもふざけてばっかの俺だけど、告白はかっこよく決めたい。九条、俺の背中を思い切り押してくれ。いやいや無理だよ山内くん。物理。新連載カラー49ページ。
け動画を